次は赤トンボです。最近はこの街の中でもね、ちょっと見ることがなかなか難しくなりました。これからが、トンボがね、飛んでくる季節ではないかというのがあります。やっぱりふるさとの風景、山並み、そういうのを想像しながら生活するのも必要ではないかというふうに思います。それでは一緒に歌いましょう。赤トンボです。